本日はお集まりいただきましてありがとうございます。結構席埋まりましたね。アノテーソン2017っていう会を企画しまして、直前ながら皆さんに、ご案内させていただきました。私 DBC レスの中里です。僕らいろいろ、今日は録画もしてるんですけど、いろいろつぶやく人種で、Twitter とかでいろいろつぶやいたりします。で、外部の方にお願いして今日ちょっと喋ってもらったりもしてるって。で、未公開データが入ってる場合もあるので、そこは皆さん気をつけて、いただくとして、いやだからつぶやいていいですよっていう時は、演者の人がつぶやいていいですとか、ここはダメですとか言ってくれると助かるんですけど、一応つぶやくとしたらば、このハッシュタグでアノテーションっていうのを、いつもご用意をしています。私のはつぶやいて大丈夫でございます。で、本題で、一応イントロを、私が、今日の内容もグダグダなんですけど、一応イントロ私がやりたいと思います。改めまして DBC レースの中里です。アノテーソンのこれまでとこれからっていうので、前回もこのタイトルで喋ったんですけど、2017バージョンということで、ちょっと趣旨説明みたいなことをさせていただければと思います。最初自己紹介ですけど、アノテーソンって主催しながら、私は厳密ではアノテーションバリバリしてきましたみたいな人ではないんですけど、本業としては公共 NGS データ、SRA シーケンスリードアーカイブっていうのがありますけれども、それの目次サイトの作成とか維持管理のをやってます。で、最近は実際にNGS 解析もやったりしてて、でこれトリニティっていう、ちょっと下の方見えないかな、トリニティっていうなんですけど、発言、RNSX のデータを、デノボで、普通は例えばゲノムがあったらそれをマッピングするわけですけど、非モデルとかだとゲノム貼り付けるゲノムがないので、RNSX のデータをデノボでつないで、っていうのがトリニティっていうソフトがありまして、でそれに対して、後処理でトリノテートって、これトリニティの親戚というかトリニティの人が多分それで作ってると思うんですけど、やった後で、ブラストかけてみるとか、そのタンパクのモチーフサーチしてみるとか、あとは人音と軸つけてみるみたいなやり方が、このページに、書いてあるんですけど、実際に私昆虫も好きっていうのあるのと、あとなんか植物で頼まれたりとかして、いわゆるゲノムのない生物ですねの RNA 解析も最近はちょこちょこっと、してます。であとはこれちょっと昔の仕事ですけど、遺伝子の、なんていうかな、いわゆる機能アノテーションみたいなのは、ジーンオントロジーで、例えば、脂質代謝に関係がありますよとか、アポトーシスに関係がありますよっていうのが、ジーンオントロジーとかでつくわけですけど、それよりまた別の角度で、その遺伝子の機能を比率できないかということで、メッシュっていう、もともとそのパウメドに入ってる文献の、プロファイリングとか、インデックスかな、インデックスするためのキーワードですけど、その用語を遺伝子にくっつけるみたいな仕事をちょっと前にやってたりしましたというような人間です。で、じゃあ今日のこの回は何なんだろうかということなんですけど、この辺は前回喋ったスライドをかなり使い回ししてますが、もともと僕らがですね、DBCLS っていろんなデータベースを再利用するために、いろんなツールとかデータツールかなツールとかを作ったりとか、あといろんな標準化とかをみんなでやるんですけど、これ確か松島に行った時ですね、こんな感じで、この時は外国の方もいて、やってたんですけど、今日もいらっしゃったんです。森さんと藤沢さんが、この話は2年前もここで同じことを喋ったと思うんですけど、私のこの辺に座ってて、森さんと藤沢さんという超コアな2人がですね、「いや、データこんなの紛れてたんですよね」って言うと、藤沢さんが「そうなんですよね、他にもこんな例外があって、もう例外処理が大変なんですよ」みたいなことをこの辺でやってたんですよ。でそれを聞いて、私はじゃあそのデータの方を直すと後の人はハッピーなんじゃないかなと、適当に
まあ、思ったわけですね。というわけで、あ、そうそうそう。それで、じゃあ実際に自分の例をちょっと振り返ってみると、まあ、先ほど言ったように私、公共 NGS データの、まあ、目次サイトに作ったわけですけど、NEXT、まあ、これちょっと2年前に出したスライドなので、この件数は今だいぶ増えてますけど、NEXT セック500っていうのが、まあ、2500件ぐらい、2年前の当時このぐらい入ってて、でそれとはまた別にイルミナネクストセック500っていうのが、36件かな、入ってて、実はこの2つ分かれてるっていうのはまだそのまま治ってないみたいな状況があって、まあ、なんか自分としても確かに闇を見たなと思いながら、体験をやるんですけど、で、2年前に、まあ、自分なりに、こんなことをできるといいのかなと思いながら、まあ、そのこの会の企画を立てた時には、まあ、今のシチュエーションみたいに、ちょっと汚しいデータがあるからそういうの直せないのかなとか、あと、まあ、アノテーションって、聞くところによると昔はジャンブリー形式で、みんなで缶詰になってアノテーションしてたわけだけど、今あえてそういうふうにアノテーションした方がいいんだろうかとか、どうなんだろうかとか。で、あとは、まあ、聞きかじった感じによると、アノテーションってジーンオントロジー機能だなとかとか、あとちゃんと適切な名前をつけるとかっていうようなことが言われたりするわけですけど、それとはまた別の違った観点の、要するにこういう情報が、遺伝子に対してくっついてると、後の人はすごいこうハッピーなんじゃないかとかっていうようなのを、まあ、3つぐらい立てまして、まあ、実際に、2年前に、まあ、やったわけですね。で、2年前の様子は、まあ、今日も録画をしてますけども、やっぱり録画してて、統合テレビで、まあ、こうやって見られるわけですけど、まあ、これは森さんが DDBJ の登録に対していろいろ、登録に対してとか、登録システムとか、あとその登録するにあたっていろいろその悩むところってあるわけですよね。に対してこう7つかくらいだと思うんですけど、いろいろこう問題提起をしていただいて、で、まあ、2日間にわたっていわゆる、まあ、登録をするみたいなユーザーと、あと実際に、まあ、ここの2階に、まあ、DDBJ のスタッフがいるわけですけど、受け付ける DDBJ のスタッフ側で、非常に熱いディスカッションというか、まあ、乱暴に言うと、DDBJ に文句を言うかいみたいな感じで、私もたまに言ったりしますけど、でもここでいろいろ情報交換をしたことで、その後のその登録システムに、まあ、一応その 改善が見られたと思うので、まあ、非常に個人的には良かったなというふうに、まあ、思ってるわけです。で、ちなみにその後なんですけど、先ほど言ったように私も NGS の解析とかをちょっと頼まれたりとかしたので、実際に登録をしたと。で、まあ、ちょっと詳細は割愛しますというか、その NGS の登録のデータっていろんなところをいろいろ埋めなきゃいけないんですけど、これはまあサンプルの情報の例ですね。まあ、ちゃんと埋まるとこんな感じで埋まるみたいなふうに、まあ、思っていただければいいんですけど、こんな感じで Excel にこう、サンプル名前をつけて、で、これは解雇で、解雇だから7091というタキソナミー ID があって、で、これの前にプロジェクトのデータを登録してるんですけど、その番号があって、で、ストレインが何個で、これは解雇って、ナショナルバイオリソースプロジェクト NBRP で旧大で配布してるので、旧大からもらいましたよとか書いて、この右にいろいろずらずらずらと書くわけですよ。書くんですけど、実際にやろうとすると、こっちの下の方がいいかな、使ったサンプルが5例幼虫3日目とかいうサンプルだったんですけど、5例幼虫3日目をどう記述していいのかがちょっとよく分からなかったとかあって、まあ、例えばエイジとかデベロップメントステージとかあるので、この辺に書けばいいのかなみたいなのを、これも前に、ちょっと見せたスライドなので、実はそういうふうにすればよかったですよってその時言われた気がするんですけど、ちょっと今そのままですけど、まあ、結果としてその、このエイジのところに、5例幼虫の3日目みたいに書いて、一応そのディベロップメントステージのところにこんな感じで、年
したっていうのは一応そのそれまで、まあ、私いろいろ以前の登録で、さっきの検索エンジン作ってるので以前どんな登録があったのかっていうのは割と他の人よりは検索多分得意だと思うんですけど、なので他の先人がどういう登録をしてるのかっていうのを一応見て、まあ、こういうふうにやっていったと。ただまあこの書き方がどうかは分からないみたいな。で、あと、これは変異体の介護だったんですけど、一応変異体なんだけど見た目はノーマルでそういうのをどう記述するのかみたいな悩みがあって、まあ見た目はノーマルだからノーマルなのかな。でここにいろいろ書きたいなと思ったものの、まあ、これはいいことだと思うんですけど、ここに入る単語っていうのはすでに用語が決まってるのでその中から選んでくださいってなってるので、まあ、ここはノーマルと書くかなとか、あとじゃあジェノタイプはいろいろ書いた方がいいだろうかと思ったんだけども、一応見る人が見ればその介護のストレインを見ると、あどういう変異体だよねって分かるので、まあ、ここは空白にしましょうかねとかこう思いながら、まあ、登録をしたと。悩みながら登録をしたと。いいのかなと思いながら登録をしまして、まあ、なんかデータを汚しちまったなっていう感じがしながら、でもこうせざるを得なかった自分がいるみたいな、今までちゃんとみんな登録するやつは登録しろよって、なんだろうな、割と部外者の立場で言ってたのが、結局汚いデータを登録する当事者になってしまって、なんかちょっと複雑な気持ちになった2年間みたいな感じになってたりします。でじゃあ今回どうしようかっていうことなんですけど、まあ2017、まあ、前回と同じことを多分やっても面白くないので、じゃあちょっともうちょっと別の角度からやろうかなと思って、じゃあ2017年のアノテーションをつける状況はどうなんだろうみたいなふうなことを考えたんです。で、いろいろしなんかネットを漁ってたらですね、昔さっき言ったようにアノテーションジャンボリーみたいになっていて、ジャンボリーをしていたあの頃のなんか資料みたいなのがこう残ってて、これがファントムですね、マウス CDNA 機能アノテーション会議を開催という2000年8月22日 の、 理研から出たリリースが、まだこれ昨日キャプチャーしたんですけど実際に。ちょっと小さいと思うんですけど、こんな感じでなんかプレスリリースがあって、まあ、やりますせみたいなの書いてありまして、で、なんか当事者が隣にいる前でこんなおしゃべりのものなんですけど、まあ、ファントムのページがですねこうあって、今これ実際に今あるページですね。でこう歴史がこんな感じでなってるなと。で、まあ、オーバーすると写真がでかくなったりするわけですよ。でまあ、実際に、こういう会議をしてこんなネイチャーが出たりみたいな時代が、まあ、あったりしたわけですね。で、当時のページもまだ残ってまして、見れて、で興味ないですけど粕川さんとか多分やられてたと思うんですけど、実際にアノテーションをするストラテジーみたいなのもここで、実はまだ見れるような状況に。はい、このページですね。で、まあ、これはマウスの例ですけど、これを見てうまくいったなっていうことで、人でもユーチインビテーショナルっていうのがあって、人のアノテーションの会議もあったりしたわけです。で、じゃあその、まあ、これは2000年とか2000年代、まあ、今から10年もっと前か十何年前の話ですけどじゃあ今どうなってるかっていうと、もう NGS でいろいろバンバン読んじゃう時代で、これが今これもちゃんとしてるかな、この一番上がトータルなのでちょっと補足しましょうか。切るんですけど
これ NGS の登録されたデータの内訳みたいなことなんですけど、トータルが10万くらいかな、10万くらいのプロジェクトが登録かかるんですけど、まあ、例えば発現とかメタゲとかエピゲとかいろいろあるわけですけど、ホールゲノムシーケンスにカテゴライズされるのが4万5千っていうくらい、もう一回トータルを出すと、トータルは11万6700なので、まあ3分の1、2分、3分の1ぐらいですかね、くらいは一応ホールゲノムに、まあ、カテゴライズされる登録が、なされてるわけですね。で、まあ、これはその数的にたまたまそうなってるっていうだけで、中身がどうこうって全然触れてないわけですけど、まあ、一応その、まあ、世の中的には NGS でバンバンゲノムを決められる時代にはなっていると。で、じゃあ実際に DDBJ のニュースリリースのそのデータ公開だけこうリストしてみると、まあ、TSM もそうですけど、ゲノムだけ見ると日本ウナギとか、ノイバラとか、パンコウギ、キイロヒラタキ、デタニですね、とか、まあ、いろいろこうあるわけですね。で、これも、実際のページ見ると、これ2017年だけなんですけど、下の方はちょっと PDB 公開が多いですが、結構その DDBJ からもゲノムが公開されましたっていうリリースがまあなされていると。まあ、実際にその本当にゲノムが決められる時代になってるなという感じがまあするんですけど、じゃあそのアノテーションしようかっていう時に、まあ、これ人とかマウスとか一応さっきみたいにジャンボリーしてみんなで、ちゃんとしたアノテーションとしましょうか。で、ちゃんとしたアノテーションがあって、で、今こういういわゆる非モデルのみたいなのあった時に、まあ、文献とかこういうアノテーションとかから、まあ、いわゆる仮物アノテーションっていうのが、まあ、最近こうやって、新しく決まったらアノテーション付けをまあしたりするわけですね。で、ところがまあちゃんとしたアノテーションがあって、それに対して仮物してアノテーションして、仮物して仮物してって、まあ、だんだんここからどんどん離れていくわけですけど、これがまあ仮物アノテーションの、まあ、蓄積というか、どっちかというとこう伝言ゲームアノテーションみたいな、だんだんこうやっていくうちにミューテーションっていうか、初めとは似ても似つかぬものがこっちに来るとつくんじゃないかみたいな、ふうに思って。たりするわけです。で、じゃあその2017年のアノテーションって、どうなのかなっていうことで、まあ、例えば、中村康和さんとかに、ゼニゴケの話とか、あとその他今日いろいろゲノムをお持ちの、ゲノムをお持ちの方でもそうかもしれないですけど、いろいろ非モデルとか、自分の愛のある生物についていろいろ語れる方が、まあ、私のいろいろ準備不足の中集まっていただいたので、こう皆さんにですね、いろいろ現状とかを語っていただいて、で、自分の愛のある生物でどんなものかとか、それをどうしたいのかというようなことを、まあ、いろいろディスカッションできたらなと思ってます。で、あとは実際にアノテーションをするっていうことには携わっている人に、自分の、まあ、開発したツールとかやり方とかそういうのをご紹介いただいて、まあ、実際にそのアノテーションしたい人ってもいると思うので、まあ、お互いのその情報交換みたいなことをこうしていけたらなというふうに、